立花の綾子は見られたいは、佐藤天音監督の日本映画、2020年9月11日公開、OP ピクチャーズ新人監督発掘プロジェクト2019で優秀賞を受賞した、佐藤天音のピンク映画デビュー作、成人映画館で2020年9月11日より、若妻生配信見せたがりの台で劇場公開、2020年10月の o p ピクチャーズフェス2020では R15 指定作品に再編集され現代である立花の綾子は見られたいのタイトルで上映される脚本自体は新型コロナウイルス感染拡大による自粛期間中に執筆現実よりも怖いものを書くのが自称ホラー監督に与えられた使命と思っていたものの現実の見えないウイルスの方が怖いのではないかと気づき無意識のうちに 幽霊はなるべく見せないという演出になったという。全編 POV で撮影されている。2021年、ロッテルダム国際映画祭のチネマリゲインの部門で招待上映される。海外上映タイトルは、あやこ立花ウォンツ通合バイラル。人気動画配信者である、立花チャンネル立花のケイスケ、あやこ夫妻。当初は共同で活動を行っていたが、 あやこ単独出演の動画がヒットしなかったこともあり、もっぱらケースケが企画考案と出る専門。主婦のあやこは動画編集を一人でこなす日々を送っている。ヨガや美容動画など本来やりたかったことを止められ、ドッキリのリアクションが面白かったことから変顔担当となっている現状に不服なあやこ。一方、社内でも人気者であり、営業成績もいいケ介スケは、 同僚の優子と不倫関係にあった。優子以外の女性とも陰で不定をしているようだ。ケース家の同僚であるサオリは仕事のストレスを癒すためにサトルとしてアダルトチャットを除くのが日課になっていた。お気に入りのチャットレディは英子だ。いつもは英子に励まされるサトルだが、この日のなんだか英子は元気がなく落ち込んでいるように見える。ある日、 沙織は偶然にカフェで撮影中のケイスケと綾子に出くわす。綾子はその時左手の人差し指に絵柄のついていた伴奏項を巻いていたが、沙織はエ子も同じ箇所に伴奏項を巻いていたことに気づきハッとする。立花チャンネルは9月16日20時から初の生配信を予告した。ありがとうございます。